よく寝た。3時間も寝ました。3時間も寝ました2回言わなくていいか。こんにちは、こんばんはか。やば、ちょマジ寝起きすぎて寝起きすぎて、うん、いや寝起きでして寝起きすぎて寝起きすぎるんですけど、寝起きドッキリは大丈夫、やんないでください嫌だ。いっぱい寝たかは分かんないけど、3時間寝ました。こんばんは。あ、なんかあれ書きたかったんですよ、テロップ書きたかったから携帯触ったんですけど、あれ何しようとしたっけって思って忘れちゃってやめちゃった待ってねえ、ストップ、あ、間に合わなかった間に合わなかった、最悪。サプライズレバーさん、ミラボル4つありがとうごめん、みんな星も投げれないと思ういや、何の投票でもないです。投票しといてください、とりあえず今日はみんなの指はもう使わせません。指はもうコメントだけに使ってください。はーい。お星様も、もうお星様も嫌だ。25分枠じゃないですよやだ、もっと配信したい、うん、ちょっとサプライズレバーさん書かないと始まって全部忘れちゃう。今日は8月4日。こんばんは。24時まで配信して。おいおい寝させろ。おいおい寝させろ、橋本を。寝させてくれ。うん。カウントしようとしてる人がいる。やばい。うん、投票結果は永遠に永遠にないです、しない、しばらくしない、この配信終わるまで投票結果はなし。何の投票、待って、テロップ書きたかったのに何の投票でもないよ、みんな本当に、うん、何の投票でもないよ。
ぴょんが好きか嫌いか。やだ、1番好き、2番も好きにします。はい、1番好き、2番好き、さてどっちにします。好きってしか言わせない。うん、だってこれまでに2番投げてる人だっているんだから。そうですよ、もう遅いよ、そのそれをするのは。うん、確かにもっとカラフルにしよう、もっとカラフルにしよう。なんか2までだとつまんないから。はい。はい、めっちゃ僅差だった結果。めっちゃカラフルにしといた、こっちの方が楽しそう。これが最大最大です、私ができる最大選択肢。うん、おもろ。さて、まあ、そんなことはいいんですよ。いや、ちゃんとね伝えてから喋ろうよハヌって感じなんですけど、まあもう伝えたいことは本当にまとまった文章はツイッターに載っけたのでって感じ。うん、伝えたいことはとりあえず、まとまった、全然言葉がまとまらなかったので、もうまとまんないやと思って、もうとりあえず寝ようと思って3時間寝ました。うん、そしたらちょっとお昼寝しすぎて微妙な時間に起きて頭が痛いんですけど。そう。寝すぎて微妙な時間に起きて頭が痛いんですけど、でもまあそういうこともあるよ。うん、大丈夫。いや、みんなもうね、あ、何喋ったらいいんだろう。何喋ったらいいんだろう。でももうとりあえずもまとまった文章はツイッター見てって気持ち。うん、なので皆さんツイッターフォローしてください。宣伝活動してる、よろしくお願いします。もう母さんとは仲直りできましたか、だって。そうだよ、急にさ。急にさ、そうだよね。その話しても泣けるんだけど、もうやばい。やめてほしい。はい、そうです、許すとは言ってないけど、許すとは言ってないけど。許すとは言ってないけど、普通に LINE はするようになりました。はい。そうです、
と待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。投票の結果発表はこの配信ルームが終わるまでしません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何がありがとうございますなんだ。ありがとうございます。もう全部投げ終わりました。あ、もうみんな投げちゃって暇なのか。そういうことか。そういうことですか。もう全部投げちゃって暇なんだ。だからそうですよね。うん、もう暇なんですね。まああのコメントに徹してもらって。コメントに徹してもらって、はい、本当に何の投票でもないので何も感じないでください。今日はやさぐれてえんやで、だって大丈夫、うん、吐く毒はないですよ別に。くしゃみは出そう、やばい。うん、みんな頑張ったもん別に。辛み酒してえんやで、だって。やばいやばい。ツイッターフォローしました。ありがとう。ありがとうございます。明日は何もないのでゆっくりお休みします。はい。久しぶりに、いやー、ありがとう、ありがとうっていうのもあれですけど、辛み酒って何ですか。待って、わかんない。辛み酒って何、まず。酔って誰かに絡む。あー、酔って私がそういうこと。誰かに、もうみたいなことですか。やばー、超だるいじゃんそんな。そんな超だるいじゃん。同じ話を何回もするやつ、私一番、そう、おは、いや一番ではないけど、同じ話する人、私めっちゃ嫌いなんです。あ、嫌いではないけど、なんて言うんだろう。あ、違う、自分がするのが嫌いなのか。そう、自分が同じ話をするのがすごく嫌いなので。うん、そう、何回も同じ話をするのがすごく嫌いなので、そうはならないと思いますよ。うん、
ちゃんと酔ったことないでも、はい、お友達とお酒を飲んだことはありますけれども、そんな酔いましたぐらいまで酔ったことはないですはい、1196日だって、ありがとうございます、うん、場所は知らないけどあやまちゃんのバイト先に集合、それなうん、お酒強そう、酔うと記憶がなくなるとか、え、だからマジで二十歳になった年が悪かったんですよね。そう、いや、そんな話みんな聞きに来たはずじゃないのにね、こんな話してもあれなんですけど、二十歳になった年が悪くて、そう、もうその時がコロナ禍だったので、そうそうそう、今はねまた増えてきてるけど、ちょっと落ち着いた時あったじゃないですかそう、その時にお友達と、そう、ご飯に行ったりとかしたんですけど、やけ酒付き合いますよだってはいはい、ありがとうございますな、私は本当に炭酸ジュースがあれば炭酸ジュースで元気になるんで、元気になるというか、炭酸ジュース、マッチ大好き人間なんで、マッチがいいマッチ飲みたい、うん、感じです。あ、そう、昔っていうとめっちゃすごい、なんか5年前ぐらいの話、5、6年前とかの話になるかもしれないんですけど、違うんですけど、あの、なんだっけ、ズームがすごいちょっと流行り始めた時に、友達がそのなんかズーム会議みたいなのやってくれて、一緒になんかズーム飲み会しようとかっていうのありました。そうで、なんか3回ぐらいやったんですけどなんか1回目のなんか終わった後のなんか、そのじゃあねーみたいな、まあショールームと一緒ですよ、ありがとうございましたって言った後の一人になった瞬間の虚無感半端なさすぎて、もう2回目3回目からはジュース飲んでましたはい、うん、そう、わかる？分かってくれる？ほろ酔い何本いけますか？だからそんなさ、何本とかのさ、そんな世界に行ったことない。うん。そんなことはどうでもいい。そうですよね、すいません、こんな話してすいません。ちょっと一旦投票終了して、あ、すごい、25が一番多い。なんで？なんかなかなかないからみんな投げてみようと思ったのかな投票終了して、もう一回投票し始めますねあ、誕生日、あ、25日だから、ありがとう。
みんな好きだね、ハーピョンのこと大好きじゃん。重っ、待って、ショールーム重すぎ。いや違うんだよね、私の私のあれのせいなんですよね、私の端末が悪いそんな話は置いといて、道路の真ん中で叫ぶしていいですか、やばでも今日なら大雨だから叫んでも周りに迷惑かからないかな、ね、うん、さあということで、はいまあショールームの先輩、うわカツヤ食べたい、あごめん、なんでもない話せよ早く、はいすいません、ショールームの選抜イベント本当に皆さんありがとうございました。はい、全然関係ない、どうでもいい投票なんで、あの適当で大丈夫です、はい、もうなんなら押さなくても平気です、なんかはいみんなの指をなんていうの、お星様投げたりとかできないようにしようってしたらなんかみんなが投票のためにボールいっぱい投げたくて結局結局やってるみたいな結局押してるみたいな、指押しちゃってるみたいな感じなんですけど、本当にありがとうございました。お星さんは嫌いになったわけじゃないですよ、皆さんの指をあのお休みさせようとしてたんですけど、あのそんなことにいかなかったって感じえー、別に全部投げても投げなくても何色を投げなくても全然いいんですけど、まあそれは置いといて逆に大変だからやんなくていいんだよ、みんな本当にやんなくていいんだよ、何の投票でもないんだから、うん、まあ、そんなことは置いといて、うん、なんだろう、まあ、けっ、うん、ダメだやばいやばい、そうですね推しが何人いるかの投票じゃあそういうことで語彙力は失いました、もうはい、語彙力なしゼロそうですね、とりあえずみんなありがとうって気持ちはい、皆さん本当にありがとうございますっていう気持ちで今はいっぱいです。
まあ、いろんな思いはありますけれども、そうですね。でもみんなと頑張ったのはこの期間事実だし、うん、はい、頑張ったから悔しいわけで、うん、はい、頑張ったもうね、喋る語彙力ゼロ、やばい、どうしよう、泣いてないですよ、そう見えてるだけじゃない、うん、まあ本当にね、相手ばっかだとつまらない人間になるのでそう、笑顔、うん、笑顔、頑張りました。なんかさ、はい、イエイ、毎度前に私を泣かした罪大きい、ごめんなさい一回ツイッターの分、あ、そうですね、ちょっと私があの心をちゃんともうっていう状態で書いた文章を読みますね。え、無理、それも読めないんですけど大丈夫、いきます。ショールームイベント間違えました、初っ端からごめんなさいバナから間違えました、すいませんすいません、もう一回いきますよし、失礼しました。ショールーム選抜イベント結果第9位でした。改めて本当にありがとうございました。そして皆さん本当に間違えたけど、まあいいや、そしてお疲れ様でした。皆さんと共に頑張ったことは事実で、それだけ頑張ったからこそとっても悔しいことも事実です。いやおー、結果がもちろんとっても大切なことは分かっていますが、皆さんと一緒に大きな目標に向かって頑張れたこと、一人でも多くの方に自分自身を新たに知っていただけたこと、そしてこれまでよりもほんの少しでもいいからハルピョンのことを好きになってもらえたかもしれないこと、このイベント期間を通して本当にたくさんのことを得られたのではないかなと思います。はい文字が見えません。皆さんとの頑張りが結果としては報われなかったけれども、今回のイベントに参加して皆さんと一緒に本気で頑張ることができて本当に良かったです、このイベントを皆さん一緒に頑張ってくださる皆さんがいて、結果を受けてこんなに悔しい、あ、間違えた、結果を受けて一緒に悔しいって思ってくださる皆さんがいて、こんなに支えてくださる皆さんがいることが何よりの幸せです。ありがとうございます。
悔しいし悔しいし悔しいし、もう本当に悔しいけどそれ以上にありがとうという気持ちが強いです、そしてこれからの活動を通してたくさんそれを伝えられたらなと思います。たくさんのメンバーが頑張ったこのイベント、どんな楽曲 MV になるのか楽しみです。一緒に頑張ってくださって皆さん本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。イエイっていう感じです。はい、ありがとうございます。うん、いっぱい応援してくれたファンを絶対に離さないでくださいじゃあ逆に言いますけど絶対に離らないでくださいねはい、本当にやばい、全然動かない。ショールーム固まっちゃった。こんにちは、大丈夫ですかちょっと投票一旦終了するね。一旦ちょっとショールームが固まっちゃってます。今やばい。あ、オッケー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 。本当にいろんな方が、あ、やばい、ミラフォール投げてる人、もうやめてよ、誰だよ、もう最悪最悪とか言っちゃダメなんだけど、止めたかったのにさ、これ投票結構投票終わった瞬間に投げるとか、もうそういうことだぞ。ヨンルームが生きがいの竹兄さん、ギャロさん、ありがとうございます。ウィラーボール昨日投げてケンセイさん、ミラーボールありがとうございます。昨日投げてくれよあえて怒ります。はいもう誰、ケンセイさんが2つ、もうギャローさんが2、竹兄さんが1個。あえて怒りますね。うん、あえて怒っとく。いや、これいつも来てくださる方だから怒れるんですけどね、私も。はい、まあ、怒られたいっていう方なんです、きっと。なので、まああえて怒らせていただきます。まあ本音じゃないですよ。ありがとうございます。ミラーボール。まあまた。ちゃんと歌いますけれども、うん、でもみんなが本当に一緒に頑張ってくれたから、私、うん、なんか今のミラーボールのおかげで引っ込んだわ全部ありがとう、ちゃんと喋れそう。うん、はい、うん、でもちゃんとね、そのちょうど配信終わっていろいろした後に、その選抜に今回入ったメンバーと一人と会えたんですけど、笑顔でおめでとうって言えたから満足うん、ちゃんと笑顔で言えましたそう、うん、
とはね、ひゆかたんと会ったんですけど、ひゆかたんがお疲れ様ですって言ってくれて、それがどっちのお疲れ、普通に挨拶としてお疲れ様です、あーアルピアンさんお疲れ様ですって言ってくれたんですけど、どっちのお疲れ様かは分かんないけど、なんか泣きそうになったから顔見れなかった、うん、アルピアンさんお疲れ様ですって言って、そう、まあ挨拶なのかもしれないけど、今の自分にはそっちに聞こえちゃったそう、ひゆかちゃんかわいいでしょ、なんかさあの配信してた部屋を出た瞬間のさ、出た瞬間にそのメンバーとスタッフさんがいて、なんかそのあみたいな顔が一番辛かったです、うん、なんか普通に話してて、他そのショールームの話をね、ショールームのなんか話をしてたんですけど、そのメンバーとスタッフさんがあみたいな顔されたのが一番一番ではないけど、まあ、入れなかったのが一番悔しいけど、なんかその瞬間がなんかごめんと思いました。だから秒速で、はい、秒速でその場を離れたんですけど、辛かった気まぜったうんほんとに、あみたいなあみたいな雰囲気流れた瞬間感じ取ったうん、でもいいんだよ、うん、ね、なんとも、はい、気持ちはちゃんと切り替えて。ちゃんと頑張りますそう、でもなんかファンの、その自分のファンの方以外の方も、その他のメンバー今回推してたけどみたいな方も、そのなんか AKB の公式がそのツイッター出してて、それの引用リツイートとか見たんですけど、そのリップとかも見たんですけど、なんか10位以内にしてほしいみたいなっていう、そういうコメントを見て、まあならないのは分かってるけどうん、ね、ならないのは分かってるんですけど、それがルールだから、最初に出したルールだから、そうはならないけど、でもそうやって言ってくれる気持ちが嬉しいので、
ならないんですけどねでもその気持ちは本当に嬉しいです。ありがとうございます。全員頑張った。だからありがとうっていう。はい。だって一回やったらもう全部やんなきゃいけなくなるから、あの時やったのになんでやってくんないんですかって、ね、なるからそれはないよ。でもそうやって言ってくれる気持ちが本当に嬉しかったのでありがとう。みんなの755のコメントとかツイッターのコメントとか見ました。あのまだあれは見てない。さっき出した配信あれのあれは出てない、見てないんですけどなんだよ、さっき出したツイッターのあの文章はちょっとまだ見れてないんですけど、さっき出したからねそう。でもありがとう。まあいつかはね、まあいやそうですよ、いつかはまた報われるように頑張ります。はい、うん、文章間違ったな今いつかは報われるようにまた頑張ります。はい、うん、だって本当にツイッターもショールームさんも本当にフォロワーさん本当に増えた、このあれを通して。だから一人でも多くの人には知ってもらえたのでありがとうございます。この期間で好きになったので新規ですが、今度お話し会行かせてくださいありがとう、待ってます。ありがとうございます。お待ちしてます、うん、そんな申し訳ない気持ちは持たないで、だって正々堂々戦おうって言ったんだもん、だから大丈夫申し訳ない気持ちは持たないでください。むしろその方がそう、もう正々堂々しっかりもうむしろね、うん、申し訳なくはないよ。ありがとうありがとう。
もう昨日から目が重いやば、もうずっとズーン。いいことありますように。ありがとうございます。はい。いや何も喋らないのは良くない。それは良くないぞ橋本。橋本それは良くないぞ。いや無駄だったとは1秒も思ってないです。うん、だってみんなと頑張ったから。この機会にハルピョン大好きになったよ、ありがとうございます。うん、もう何しても今はもうポーって気持ちではあるんですけど、でも一人でも多くの人に自分の存在を知ってもらえてたらなって思います。またたぶん切り替えは遅い方なんでまだまだできないと思うんですけど、うん、今回の AKB で推しになり、今回で AKB の推しになりました。だってありがとう、やったありがとう。でもまあ今回に始まったことではないので別にこれまでもいっぱい悔しい気持ちにはいっぱい思ってきたので、それをしっかり切り替えて今日まで来てるので、うん、これさ、なんでさ、どうやって今みんなファンレベル上げてるんですか？コメント50カウントなん、どうやって上げてるの？だって投票中じゃん。あ、視聴時間でも上がるんだ。あ、そうなんだ。初めて知った。うん、今日も配信してること、だって私は毎日配信しますよ、風邪、あの配信できない状況にならない限り配信できない状況にならない限り毎日配信します。これからも、そっか、投票中ってこれあれ、みんなの画面だと見えてんのかな。投票中ってさ、何人来てるか見えてます？見えない。あ、だよね、見えてないんですよね。あ、パソコンなら見れ、あ、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。
5800人来てる、ありがとうみんな投票中が邪魔ごめんごめんてごめんてなんか数字だけ見ると、あ、この人カウント失敗したのかなって思っちゃうイベントのやばい数字だけ見るとあ、カウント失敗したのかな、しかもおもろいありがとう、みんなありがとうね、本当に。もうすぐ1時間配信始めてから経つんですけど、更新します更新しますかしないですよ、しないしない。カウントしたいわ、やばい。いや、カウントは別にできますよ、皆さん。はい。カウントはできますか？できますから。ハルピンを笑顔にした人が勝ち。お。そのゲームしてくれるんですか？星集めても投げれ、あ、そっか、投票中だから投げれないんだ、ごめんてごめんて、確かにね、え、やってみっちゃもうしょ、あれ YouTube 上がってるの、嘘、そんな早い、今回めっちゃ早くない本当、公式さん、いっちゃん、待って、わかんない、あ、第3回はまだ一緒に見て、あ、そうだっけか、そうだっけか、まだだって、ごめん、まだだって私が勝手に勘違いしちゃった、確かに野球のバットまだだ、まあ、またそれは今度ねまたそれは今度、カツカレー食べました、ごちそうさまごちそうさまでした、星集めに行ってきます、行っても投げれないですよ、ここでずっと投票機能を使ってるから投げれないですよ、申し訳ないけど投げさせないっす、夜ご飯は食べてない、まだお腹空いてないから別に、うん、いいね、チキン南蛮食べました、いいね、ね、なんか毎回25番が1番になる、すごい、あ、投票結果違います、あの、まあ、星はまあ置いといて、なんかギフト投げようみたいな感じのあれなんで、いらないよって、
気持ちで。いらないよって、目腫れちゃう。あれ、温めた方がいいんですか、目元。さっきこうやって冷やしてた。温めた方がいいの？どうなんだろう。どっちもいいと思う。え？え？むずっ。冷やして温めてを繰り返す。あ、そうなんだ。初めて知った。蒸気でホットアイマスクがあれば、それはね、あるんですよ。あるんですよ、実は。キャリーの中に。キャリーケースのこの、左と右を分ける、ここの、これのここのチャックの中に入ってます。多分。確か入ってます。そう、レッスン場の水です。今日は1本と半分、まあ、半分も飲んでなかったけど1本とこんぐらい飲みました。うん、そう、だからここにあった分を持って帰ってきました。あとこんだけで、今こんだけ飲んだ。うん、怖っ。キャップにウサギマークがだから書いてある。でも QR コードで読めない、全然。全然 QR コードでウサギマーク見えない。こんばんは、元気100倍アンパンマン。さあ、ちょっとじゃあ投票。あ、すごい、また25が1位だ。投票を終えてもう一度投票します。あ、ねえ、もうなんで。え、その一瞬を見計らってた君は。君は今その一瞬を超見計らってた、もしや。狙われた。遊ばれてる橋本。たか信州人さん、なんかすごい、なんかじゃーんみたいな、なんかロックな熊さん、ありがとうございます。タワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがとうわ。たか信州人さん、ありがとうわ。ありがとうございます。あ、こっちだ。ありがとうわ。ありがとうございます。狙われてた、狙われちゃってたよ。そういうゲームやめてください。そのゲームやらないで、そのゲームしないで。そんなゲームやらないでください。本当に狙われてた。スナイパーされてた。タカさん、ありがとうございます。もう絶対もう更新しない、この投票。もう嫌だ。
もう絶対無理絶対無理とはもう絶対更新しません。もうとずっと投票だからランキング読まなくていいやと思ってたのにもうこれさ、もう一番最初からさあれしてたらさ、投票機能使ってたらさ、どういうランキングになるんだろうね。うん、あ、でもカウントはできるのか。カウント早い者勝ちなるほどね。もう最初の最初からもう使います、投票早く入った順。あー、じゃあもうこの中央らへんの壇上の上らへんにいる人たちが早くハロピョンの配信を見に来てくれたってことですね。やった、うん、ありがとうだから早めの人たちはきっとこう通知が来た瞬間にシッそれこそなんだっけあれだし、8時15分から始めますって言ってたから待機してた人もきっといると信じたい待って、くしゃみ、なんでくしゃみって2回出るんだろう。私この話前もしたななんかママに前聞かれて、すっごい前聞かれて、そうなんで君のくしゃみは2回出るの、いつも2回だよねってうん、聞かれました。うん、いや多分すっごい小学生とかの時にアレルギー性鼻炎ですって言われたんですよ私。そうで、なんかよくすごいなんか鼻がムズムズって言ってる時あるじゃないですか。そうだからっていうのもあれですけどあのなんだっけ、それで鼻がムズムズって言ってる時あったじゃん、 あるんですよ、よくで、だいたいそういう時にそのなんかアレルギーの薬、アレルギーの薬っていうか、まあ、市販で売ってるアレルギーの薬、わかります？があるんですけど、そう市販で売ってるアレルギーの薬を飲めば大体治ります、うん、ウィンクは3回君のくしゃみはいつも2回っていう君のアチューっていう楽曲がもうあるんですよ、ラストアイドルさんに。はい、あちゅー、君がくしゃみした瞬間に君の声が始まる、僕は無理だい。アレグラじゃないです、アレグラはもう高いから一回だけでも買ったことある。そうもう本当にくしゃみやばいってなった時で、そうそうそう、もうその時にもうやばいと思って買って飲んだ。いやすごい効きますねあれ、本当に
あれの聞きすごい。あとはなんかママがなんか持ってるもう全身の水分を止める薬があってそうもうあの鼻のムズムズも止まるんですけど、それと同様あのお目目もカパカパになるしお口もすごく喉が渇く薬もがあるんですよそうもうここら辺カファカファみたいな、うん、ちゃんと普通に売られてるお薬なんで、普通に薬局とかで買えるお薬なんで大丈夫なのあるんですけど、もうカファカファみたいな、うん、顔がカファカファミイラになります橋本みたいなそう薬飲んだら眠くならない、あ、基本私眠いんで毎日大丈夫です、はい、あの薬飲んでも飲まなくても眠いんで、ありがとうございますそう、うん、全然平気、厳重無休の副作用ハラピョンが友達だったら楽しそう、あやはちゃんが友達だったら楽しそうもうあやばい、楽しい配信してる今、幸せ、いやこういう配信だよねやっぱショールームって、うん、何でも、もうとなんかとりあえず喋っとくみたいな配信ですよねいいな、友達になりますか、てるちゃんがさん友達になりますか、え、本当に一番のストレスは20分で配信を、今20分25分とかで配信を止めなきゃいけないことでしたはい、それがとにかくストレスでした、今回のショールームイベントに関してマジで。私は普段こう、まあ、もうすでに1時間ぐらいやってて、まあ、今日のお昼も1時間、まあ、どんぐらいやった？2時間ぐらい、そんなやってないかぐらいやってたんですけど、うん、効率よくこう配信のこれを回すには別に3時間連続でやってもいいんですけど、それはとても効率が悪いので、とにかく私はできる時に効率よくしようってしたらもうねそれが切らなきゃみたいな、もう時間に追われてる、もう時計を見るのがもう苦痛でしたうん、だからもう時計はしばらく、いや見ないはおかしいけど、なんていうの、その配信に関してのお仕事、お仕事じゃないや、お時間とかは、ね、本当にもうなんか剥がされてる気持ちになった、お時間ですって言われてる気持ちになりました、うん本当に、うん。
3秒の配信中に推し集めに行くのが辛かった。そうだよね、ハピョン配信してんのになんで配信離れてどっか行かなきゃいけないんだろう。でもハロピョンが入るために頑張る、頑張らなきゃいけないから一旦こいつのルーム離れるかみたいなね、それが辛いですよね。多分みんなにとってストレスはもうみんなもストレスだったよね。時間とか捨て星星集めもうどうしたらいいんだ、それストレスだったと思うんですけど、もういいんでしばらくはもういいんで、あのこれからは、まあ、たまに星3周の練習をしてぐらいしてほしいなぐらいです。うん、アルピョンは入るべきだと思ってた、ありがとう、頑張ります。これからもこれからもショールームいっぱいしてまた一人でも多くのねファンの人を増やしていっぱいお星様もカウントもしてもらえるように頑張ります。そう、確かになんかせかせかしてる橋本しか、このさショールームイベントでさ気になってくださった人はさせかせかしてる橋本しかなんか多分見てないからこんなまったりしてるのびっくりだろうな超まったり配信、これが橋本なんですよ。うん、こんもういつもこんないつもこんな、ラジオ感覚でショールーム聞くのが一番いい、顔も見てこちらも話を聞きながらせかせかクリックしてただってハンピョンがじゃあ全何枠したんだろう、配信全何枠した、全部の内容を覚えてる人なんて絶対いないよ、自分でも覚えてないもんそれぐらいね一緒に焦って頑張ってたから、うん、いやまあでもまた、まあ、夜だけじゃなくてね普通に急に朝始めたりするかもねうん、その時はまた朝楽しんでください。うん、5時はしないですけど途中参戦です。何の投票をしている、あ、イベント期間中に皆さんが本当に頑張ってくださったので、あの星様とかギフトとかをあの一旦停止するためにあの投票をしているだけなので、自分の好きな数字に投票したり、まあ、別に全然もう無視してしなかったり全然大丈夫ですはい、それだけのための投票なので、あの永遠にこれずっと投票中なので私全然大丈夫です、うん、って言いながらなんで真ん中にクマがいるんだよって話ですよね。あの隙を見て投げられました一瞬解除したら投げられましたありがとうございます、投げてくださって、うん、
本当にみんなが、あ、もう大丈夫かも、心が落ち着いた、よし、みんなが頑張ってくれたのでありがとうございます。また頑張ります。今日から気持ちを新たに。明日から星投げ、どうしよう。押せるときに押してください。ハルピョン、改めて好きになりました。好き度が増しました。ハルピョンがいないと生きていけない。やばい。重い女が伝染してます。人生は成功するまで続く長い道だから、失敗なんて一度もないって誰かが言ってた。誰かかーい。誰かかーい。スタバの新作沖縄のやつ、ハルピョン的にはどう？まだ飲めてないんですよね。まだ今日からでしたっけ、3日からまだ飲めてないので、しばらく壇上に上がれる自信がないから昨日投げ切りました。ありがとう。ありがとう、もうありがとう、本当にありがとう。桃を飲もうとしたのに売り切れ。桃めっちゃ、なんか桃もメロンもなんか最近のスタバマジ有名だよね。有名なんていうの、すぐなくなるよね本当に。なんかあんなになくな、なんかたまになんか全然なくならないのもあるのに、なんでなんってぐらい桃とメロンめっちゃ人気だった。メロンなんて私1回しか飲んでないし、つら。うん、桃は割と飲んだけど、うん、でもスタバの最多記録は1ヶ月に8回ぐらい行った、あの行きました、行ったことがあります、私は。はい、すごいでしょ、高校2年3年の時に、なんか マンゴージェリーフラペチーノみたいなやつがあったんですけど、そう、それがとにかく美味しくて、それが夏8月とか7月とかだったんですよ。でその塾の夏期講習に、あの8月か、塾の夏期講習に行くときに、なんか暑かったから、そう買って飲んでみたいな。そうしてましたね。飲みすぎや、ほんまに飲みすぎ。うん、あの時はバグってた。でも全然もう、まあ、1、2回、まあ1回は絶対飲みたいなとは思ってます。どのフラペチーノも、チョコレート以外、自分が好きなフラペチーノは、うん、こんな可愛い子がなんで悲しい思いをしなくちゃいけないんだ。でもみんなが見つけてくれたり新しく知ってくれたから、もちろん悲しい思いは、悲しいというか悔しい思いはしたけど、それ以上にみんな好きって改めて思いました。だからこの気持ちをゲットできたので大丈夫。あ、そっか、これさ、あれですね、星も投げれないからファンレベルも上がんないんだ、あんまり配信視聴時間でしか上がんないから。ごめんみんな、でももう今日はマジで、もうむしろもう本当にやめてって感じ。もうなんならもう1ヶ月本当は投票期間ずっと投票させたいみんなに。うん、正直ね、もうそんぐらい、もう1ヶ月以上もうしばらくもうみんなに。そうさせたいけど、そんなことしてたら、
星投げたいのに投げれなくて、みんな他の女の配信に行っちゃうから、うん、ファンレベル上がんなすぎて他の女の配信に行こうとしてるから、うん、また。でも今日はずっと投票中です。ワイだけ上がりそう、隙見て狙って本当にもうハルピオンの優しさを知るほど好きになる、ありがとうございます。私本当になんでなんか本当によくまあ第一印象、いやどうなんだろうね、わかんないです3周マスターしたから星投げたい、ほほ流星くんがいる。第一印象は変わった女の子だ、どういうこと変わった女の子、とにかく人見知りで喋らない14歳の子供でした。いやいや、あなたと出会った時は13ですよ、はいあの時はまだ13、えだって静岡のイベントって24、25だったでしょ、だから多分13ですよはい、うん、今期のドラマは家政婦の歌子、なんだっけ、橋本愛さんのドラマ見てます。最初は謎の人だったらしい。私劇場でめちゃくちゃレスすごい元気の子だなあ、そうだ、家政婦だ、家政婦じゃないや待って、全部違うじゃん、家庭教師のトラコだ何も合ってない何にも合ってないんだけど待って本当に見てんのって言いたくなるね最初と最後しか合ってない。でも日本人って日本人っていうか人間って最初と最後の文字さえ合ってれば大体の文章を読めるっていう研究結果が出てるので、え見てますよちゃんとちゃんと見てますよあの家政婦の歌子家庭教師のトラコです、すいませんちゃんと見てますあ、久しぶりに、石子と羽を見てます。第一印象は言いたいことを言うクソガキだと思ってましたやば、どうしよう、家政婦の歌子なんて言ったことが KNB さんにバレたらやばい
どうしよう、もう行けなくなっちゃう。結局ハルピョン推しになったのはあの時の印象って何？どの時の印象？橋本さんイベントお疲れ様、ありがとうございました。お疲れ。お疲れ、ありがとう。あ、靴か。劇場ですよね。懐かしい、そんなこともありましたね。うん、イベントお疲れ様、ありがとう。何時まで配信してるの？お昼も1時間半くらいしてたし、まあ多分ね、このね、本当にこのイベント期間中に全然なんか自分の話したい話はあんまり、いや、してたはしてたんですけど、なんかなんていうの、こう他愛のない話はあんまりできなかったから、のほほんとしばらくは配信したいし、喋りたいって、配信したいって思った時に配信したいから、私はあんまなんか、そう、姉ちゃんもまだ帰ってこないから喋りたいと思ったとことに時に喋ろうと思って喋ってます。そう、なんかもうみんなの質問とかもあんまし答えられなかったりしたから、いっぱい話したい。なんか文章で伝えるのが苦手、まあ言葉で伝えるのも苦手なんですけど、だからなんて言うんだろう、うん、全部苦手全部苦手だね結局。確かに7日8日はライブがあるので、あ、そう、7日、しかも聞いて、7日さ朝リハやってステージが夜じゃないですか、あ、昼じゃないですか、で夜も8の日のリハがあるので、ちょっと配信がね、どこでできるの、どこ、なんかどっかの瞬間できるのかなみたいなちょっと不安ではあるんですけど、どっかの瞬間ではできる、まあ、それこそ TIFF のメイクの時とかにできるかな、なのかどうだろうって感じ。うん、8日は多分8の日が5時開演だからそんな遅くならないと思うから、チケット自体はもう全然残ってるんであれなんですけど、でもなるべくならね、チケットは使わない、使いたくない使いたくない子供みたい、小学生みたいな。7日のステージはどんなポジション、あ、そうだ、今日リハしてきたんですけど、もう自分で覚えるのに必死すぎてあんま覚えてない、ポジションどこにいたっけなもうリハ映像ここに映したい、あ、どこにいるよってこれ見てきて、好きな曲でここにみたいな言いたい、うん、本当に。だからちょっと待ってね、ちょっと曲、あ、でも曲とか確認したらなんか曲数もバレちゃうか、どうしたらいいんだろうどう、
そうだよね、どうしよう。待って、私友達の LINE マジ返してな、ごめん。ちょっとこの配信終わったら返します。あ、ティフ、ティフを出るかですよね。ティフ出るかじゃない、ティフのどこかですよね。まあ曲数見たら、曲見たら、あ、待って、音出ないようにしないと。ね、どうだろう。いや、まあ全体的にどこにでも行きますね。はい。割と全体的にどこにでも行くかも。うん。だからそんな、なんかそんなあれかも。どんぐらいの広さなんだろう、全体的に。でもステージ自体はそんな、なんかそこまでだだっ広いわけじゃないっていうのを聞いたので、多分お客さんのなんていうの、お席もそんなに。あ、今の話はティフの話をしてますね、すいません。ティフの話なんですけど、お客さんもそんな、なんかそんな、だってステージがじゃあ例えばこれぐらいでさ、ファンの人がこれぐらいのところに入りますだったら意味わかんなくない？もうそれはちょっと違うやんみたいな。それはちょっと違うやんってなるじゃないですか。だからそんな、だからステージこれぐらいだったらまあこれぐらいなんじゃないですか。まああれは違いますよ、そのこの広さは関係なしで、この幅の話、ここが0番だとして、ここが0番だとして、このここが横幅、横幅っていうか分かんないけど、だとしたらそんな、うん、だと思いますよ。分かんない、ごめんね。え？分かんない、ごめんね、イエイ。生ハルピョン拝みたい。拝んでほしい。拝んでほしい。うん。待って、今日メール送ってない。あ、やばい。もう寝てたもんだって。今すぐちょっとみんなハルピョンの横顔を眺める機会、機会というか眺める時間にしてください。横顔タイム。横顔タイムです。そしてなんならもうすぐ10時なのでゴールデンベッドタイムが終わってしまいます。今日もドボンをゴールデンベッド、ゴールデンベッドタイムできなかった。でもメール送るのが最優先、送るのが最優先。横顔タイム。
いや、生まれてくれてありがとうはすごいな。すごいな、なんか。すごい壮大だな。ベスト3という高望みをしたことから選抜漏れという悲劇がつながってしまいましたね。だってでもまあそういうベスト3に入れるかもって夢を見せてくれたことが本当に皆さんには感謝してもしきれないことなので。ありがとう、うん、ありがとうございます。いつだって追う立場は強いんですよ。うん、だから追われるっていう立場が怖いのは私も去年の8月に知ったので、ドボンで知ったので、本当にそれをまた1年越しに改めて感じた、うん、あれは楽しかったけどドキドキでした。全然もう超嫌でしたよ。私はもうみんながもうアルピョンがいないのにみんながもう私はコメント変えることしかできなかったから。うん、あの時はね、生存、生きてはいたわ。さすがに生きてはいたよ。今日も生きた、明日も生きるよ。そう、ホークス意外とやばいんですよね今。でもなんかとりあえず、まあ、ホークスってマジ波ありすぎまん、ま、ん、波あり、あり波ありすぎ問題だから。そう、いい時めっちゃいいけどやばい時めっちゃやばいみたいな。そうそうそう、連勝するけど連敗もするんですよ。そう、もうなんか慣れました。いや慣れちゃダメなんですけどね。頑張ってって気持ちです。うん。六本木クラス、ああ見たい。まだ1話も見れてない。録画はしてある。
なおちゃん出てるからね、元エイト。すごいよね、一緒に活動してた人が地上波のドラマに出ちゃうなんて。おやすげえっすよ。全4話から出てるんだっけ。漂着物は録画してあるんで見ます。はい、すいませんすいません。え、しかもさ、六本木クラスってさ、なんていうの、クラスすごくない？木曜9時ですよ、すごない？うん、ゴールデンベッドタイム本当にゴールデンベッドタイムすぎる、なんかメールに写真載せようと思ったけど、どの写真載せてどの写真載せてないか分かんなくなっちゃってる。これにしよう、このなんか「ヘイ!」みたいなよし、ヘイみたいな写真にしました。あっ、あっ、うん、ウサギみたいな声出しちゃった。うん、ウケる。確かに1回だ。今日は、今は1回でした、くしゃみ。なんで、何の違いへへ何の違い。何の違いですか。何か言った。あ、何も言ってません、ごめんなさい、こんばんはごめんなさい、こんばんは。よいしょ、メール書いてまーす。真面目、まあ真面目ではないけど、ちゃんとしたメールとなんか笑えるメールを送るので、そんな真面目ではないけど、うん、よし。そんな真面目ではないです。めっちゃ真面目みたいな、そんな感じじゃないです。にゃっ。
みたいな全然真面目じゃないじゃん、にゃでもにゃみたいなメールなんで見てください、ぜひ。あ、やらなきゃいけないことたまりすぎててやばい。ドボンのランキング2ヶ月分、今回のイベントのやつ、ピョムービー総集編、出さなきゃいけないものもあるし、それが2個、2個っていうかお仕事のやつの締め切りも1個あるし、もうやあ。頑張ろう。よし、忙しい。まあ私が溜めてるだけなんですけど溜めちゃってるだけなんですけど、すいません、頑張ります。なんかここら辺に多分私のまつげがいっぱい、ここと2本落ちてます。こうカールしてる、全然見えないね。見える？まつげ上がってんの見える？カールしてるから、私まつぱしてるから、すごい、こんな上がってんだすげえ。この赤いのなんだろう、なんか指めっちゃ赤、あ、多分リップの赤がついたんだ。ぼやけてるけどさ、なんか上がってんのはわかるよね。これ私のまつげです。すごっ、こんなまつげ堂々と見せる配信なんてやばない？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。何がだまつげ、まつげは後でゴミ箱に捨てます、うん、ご飯はお腹空いてないからいいや。あ、何の投票か、あれです、なんかみんなギフトと星を投げようとするから止めてるだけうん、止めてるだけ。大した配信じゃない、大した投票じゃないんで気にしないでください、うん、自分の好きな数字に投票してね。何番に投げようかなって、何番に投げてくれますか、うん、星投げれない投げたいのか、今日はごめん今日はごめん、ごめんね、ごめんね。
老いたって何？ここに心あらず配信あるよ、ここに心超あるよ心ここにめっちゃあります。心超あります。はい、オープンしましょうか。オープンオープン。最近暑くて熊谷がよく映るから個人的にはとっても嬉しい。いや全然嬉しくないでしょ。暑いってことでしょ。ってことは暑いってことでしょ。ってことは暑いってことですよね熱中症には気をつけて、うん、水いっぱい飲んでください。配信内容がすごくらしい感じになってきました。橋本春菜ってこういうこと橋本春菜ってこういうこと、うん、でも確かになんかあれですよね、ニュースで富山県っていうのが出ていいことだと嬉しい気持ちにはなる。それと同時にみんなが富山のニュース見てハルピョンを少しでも思い出してくれたらもっと嬉しい。もみあげが来る？もみあげ？こっち？もみあげ？触覚？もみあげ？もみあげってここかここか、やばいミスった、ここだめっちゃミスったはず。あと少しで1万人、1万人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 でお弁当を食べたいな今じゃ無理だよね、1万人でお弁当食べるなんて。友達1万人もいらないよ、うん、友達1万人、ファンの人1万人は欲しい、うん、ピョンズ1万人以上欲しいです。なんかファンの皆さんの定義って何なんですか。自分がこのメンバーのファンだって言える定義、フォローしてればファンですか、ツイッターとか、それともこの人のソロコンが行われるかもしれないってなった時に行くのがファンですか、それとも配信を毎日見に行くのがファンですか、どうなんだろう。ファンっていうもののみんなのそれぞれのなんか指標じゃないけど、
ファンはハードル低い、推しはハードル高い。好きだなと思ったらファン、ちょっとでも興味があったらファン。吉田カレンの配信が始まりました。好きだなと思ったらファン。ツイッターの通知オンにしているか。配信毎日は余裕でファン。自分の中で好きという気持ち、その子のために金を、お金を使いたいという。推しのグッズを買ったら、ファンは単に好きなだけ。悲しさも嬉しさも一緒になって喜んだりするのが、それが楽しいのがファン。あわあ、いいこと言うね。はあ、かわいいって見てなる たびになるのが推しメン。お金を使うのが推し。ああ、会いに行きたいか、一目惚れに近い。無意識にハルピョンを探したら、仕事中にショールームを見て涙ぐ。それはもう推しでしょ。推しじゃないのかい。見てコメントだけして一切無課金はやじ馬という認識。まあでも学生さんとかはね、そうもいかないから、うん、まあ、優しいコメントをしてくれるのは、ね、星を一つでも投げたらファン、好きならファン、風が来るのがファン。ああ、確かにそれはそう。風が来るのは確かにファン、うん、ファン、そのファンじゃないんだ。やばい、そういうこと言うと、ハーピョンがそのコメント拾うとまたその大喜利大会みたいになるから。もうみんな頑張って。はい、大喜利スタート。ボケてください。今から波に乗れればファン。難しくてコメント止まっちゃった。グレープの炭酸、それはファンタや。将来が不安になったらファン。不安や、ただの。奇数が出たらファン。なんだ？奇数が出たらファンって何？え？何？奇数が出たらファン。涼しい風を送ってくれたらファン。扇風機や。奇数が出たらファン。何それ。え、待って、分かんない。半か超。あーあーあー、そういうことか。半か超か。え、なんか懐かしい。なんか高校の体育の授業で、え、なんだっけ、なんかあったんですよ。なんか集合みたいな、ゴールみたいな、1、2、3、4、5みたいな言って、なんかこの一番後ろの人が隣がいたら、なんか半だっけ、なんか言わなきゃいけないみたいな、なんかやったわ。でも私後ろになることなんて基本なかったから、そう、出席番号順とかだったんですけど、あ、出席、うん、やったやった昔。え、待って、わかんない、待って、うちの体育の先生だけ。やりましたよ。え、嘘、ローカルこれ。え、嘘だよ、絶対あるって。調べよう。しゅ、え、なんていうの、整列、半、半、半とか超ではないと思うんですけど、多分
いやでもなんだこれって思ってました。確かにうちらは天子、天子か、あ、それマンとケツかもしんない。ほらある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 、ここに。これは何のクラブの訓練なのか分かんない、これ何の訓練のあれなのか分かんないけど、これです、これです、これ、この人と一緒。指揮者は、番号と声をかけ人数の確認を行います。号令では、指揮者の方を見て前の列から左へ順番に自分の番号を言います。うん、そう、1,2,3ってそう言わなきゃいけないんですよ。4は4じゃなくて4って言わなきゃいけなくて、7は7、めっちゃもうめっちゃ言われました。はい、7じゃない、あ、7じゃない、やり直しそう9は、そう、9って言うんですよ。9じゃない、9、はい、やり直しやりました、やりました。なお前列の左端の人が番号を言った後、後列の左端の人は前列と後列の後列が同数の場合はマンと言い、一人少ない場合はケツと言います。うわ、夏、そうです、はい、やってました、これ私消防隊陸上自衛隊あるあるとかって出てる、嘘でしょそんなすごい高校の体育の時間に私たちはますよ全然あの普通の高校でした、はい、普通の高校でしたよそんな普通の高校でしたよ、はい、いや多分富山がっていうか多分その先生がそうだったんだと思いますよ、はい、うん、もしかしたらその先生がその軍隊出身者だったのかもしれない。そう、集団行動の時にやってました、うん、きっとそう、自衛隊、自衛隊、自衛隊、そうですだった、わかんない、かもですからねやってたって同級生に聞いたら絶対言いますもん、やってた、そういえばやったわ、なんか意味わかんないやつって絶対言いますもんだよねみたいな絶対この話で盛り上がる自信ある、あ、盛りは上がらないけど3分ぐらい話せる自信はあるうん、私だいたい5とかでした5とか、あと後ろ、基本後ろにいた、その後ろっていうか言わなくていい人だった、うん、声ちっちゃくてもやり直しさせられてました。体育の授業の開始と終わりの時は必ず整列してから号令、え、普通じゃないんですか、普通じゃないんですか、あと小学生の時のあるある、あの先生が、はい、じゃあこっちに縦4列で
とかいうやつわかります？この体育館の中を、いや小学生だよね多分、なんかあの並んでて、最初にじゃあ始めます、あのいやお願いしますみたいに言うじゃないですか。で、あのこれ小学生じゃないのかな、でも4列急に5列から4列になるとか小学生って考えれるのかな、わかんない、中学生とかかなわかんないけど、なんか体育館でまずこの時計に正面ぐらいのところとかにこういて、で先生が急に移動してって、はいじゃあここに並び直してくださいっていうやつ。いやあったでしょ、あったでしょ、それはあったでしょ、じゃあもうちょっとみたいな、急に先生が走り出して、はいここにもう一回並び直してください。いやありましたありましたありました、あったことにして、はい、あったんですよそういうことが。うん、懐かしいな。そう、何回やんのって思ってました、私まだやるみたいな。まあでも先生も頑張って走ってたんだろうな。ですよきっと、みんな昔すぎて忘れたんじゃない。ああ若い頃の気持ち思い出して、若い人もいると思うけど。うん、懐かしいな。まあ、戻りたくはないんですけどね。はい、もう終わろ。急に終わるやつ、もうなんか満足しちゃった、そんなどうでもいい話。もっとなんかありがとうって気持ちを本当にね、本当に皆さんなんかありがとうございました、もうこのイベント第9位っていう、なんだろう、まあ悔しいよ、めっちゃめっちゃ悔しいけど、うん、でも頑張ったことには変わりないし、こんだけ悔しいって思えるってことはこんだけ頑張れたってことだし、まあいつまでいつまでそういうのって感じかもしれないけど、どの本当にいろんなところで悔しい思いをいっぱいしてきた、でも多分もっと私よりもそのいろんな先輩方を思い浮かべたら、もっと私よりも悔しい思いをされてそれでも頑張って来られた先輩方はたくさんいると思うし、うん、だからそうだけはみんな隣の人に。まあね、あの一戸建て暮らしの方は全然いいんですけど、あのマンションアパートに住んでるよって方は隣の人に迷惑にならない程度に枕に向かって叫んでもらって、寝る前に。それで寝てください。今日だけは許します。あの
怒られない程度にね怒られない程度に、はい、怒られるかもなっていうのは、その場合はちょっとどうしましょうかね。電車の高架下とかで叫んでもらって、あの今日は大雨のところとかもあったりとかして、あと夜遅いのでもう諦めてください結局はい、もうだいぶ元気になりました。とってもうん、あカラオケ、確かにカラオケ行けばいい話でしたね、すいません確かにカラオケ行けばいい話でした。電車の高架下なんて行かなくても、でもカラオケもねルーム料金かかるのであれですけど、うん、水の中で叫べば小さくなる。え、でも水の中に入って叫んだらさ大丈夫なのかな、うわって溺れてそのままさよならとかになったらちょっと嫌なので、水の中で叫ぶのはちょっとやめて、気をつけてくださいやめなくていいけど気をつけてくださいね。私は言いました、気をつけてくださいはい、人間って5センチの水あったらもうやばいんですって。なんでかっていうと鼻が生まれば終わりらしい、うん、そうだから水たまりとかでもやばいみたいなので、あの本当に気をつけて、マジで人によってですよね。でもめっちゃ鼻低い人だったらもっといや分かんない、本当かは知らない、私もこれ理科の先生とかに聞いた話なので分かんないですけど、理科だっけ忘れたけど、学校の先生に聞いた話なんで分かんないんですけど、本当に気をつけて、水の中で叫ぼうとしてる人は気をつけてください。うん、ま、配信して悔しい思いをしたものは正直マジで本当に配信、みんなと配信してみんなに喋って、さんというかわーってなれたのでありがとうございました本当にありがとうございました。それでは、うん、みんなもゆっくり休んで、私は明日何もないからいっぱい休めるけど、いやもうゆっくり休んでねごめん急にあくびした。みんなもゆっくり休んでね。今日もちゃんとあの12時前には寝てください。あとこれだけ言いたいのは、まあ、最後に言うことじゃないので、まあ、もう一個最後には言うんですけど、別の話はまたするんですけど、あのこれを言いたいんですけど、とりあえず本当に私はもちろん悔しい気持ちはあるけど、でももしもね、そのショールームをしてる時とか、まあ、見てる時になんかランクインしたメンバーが配信してたりしたらおめでとうってコメントをしたりとか、ぜひしてほしいなって、一人でも多くの方におめでとうって言っていただけるのは、私も本当に自分のファンの方以外の方にもなんか頑張ってたよとか、お疲れ様とか、頑張ったねとか言っていただけたのがすごく心に、すごくなんだろう、ありがとうって
うん、心に元気になったので。絶対にしてほしくないことは、まあ、皆さんは分かってると思うのでちゃんとピョンズの皆さんはそういうことは分かってると思うので、私が絶対にしてほしくないっていうことをした人だけはもうそれはもう私はピョンズじゃないって、その人たちはピョンズじゃないって私は言い切るんですけど、それ以外の人たちはもうここの配信にいる時点でピョンズなので自分はピョンズになっていいのかなって、自分なんかピョンズじゃないけどみたいな話はそういう気持ちは置いてもうください。ちゃんとメンバーに優しい言葉をかけられるのが AKB のファンだと思ってるので。お疲れ様でした。はい、以上です。ランキングを読みます。ほとんど視聴時間のランキングですけどまあ1位は謎に確定しているんですけどはい、よし、これで1位もなかなかすごい。いや違うんですよ、1位の方はなんかもうハピョンのことを狙ってたんで、ハピョンのことを狙ってたんで、なんかちょっと違う発言になるなハピョンのもうやるぜやるぜやるぜ、いけ押した人なのではいこのクマさんが、こんにちは、なでなで、こんにちは。コナンで言うと誰なんですか、あのニット帽をかぶった人ですわかんない、名前わかんない、あのニット帽をかぶった人新幹線だっけ、なんかなんちゃら号みたいなやつにごめん、ちょ知識ゼロすぎてホナン君とランちゃんとみつほちゃん、誰だっけやばいえちょっと待ってえ誰ラン姉ちゃん、ランソノコさんと、あれあの探偵団の人たちの名前、源太くんでしょ、光彦くん、そうだやばい愛ちゃん、いや言われたら分かるんですよ、やばい、ちょっともうやめた方がいい、あゆみちゃん、あはいそうです、はいすいません、何もわからない橋本はい、すいませんでした。そうリニアにバーンやったあのやば、本当にやばいね、何もわかんないじゃん、ね、橋本さんすいません、気をつけます赤井さん、はい、それではランキングいきます。1位タカ新囚人、おかしいんだよな、もう1位だけは分かってたもんな、まあはい、1位タカ新囚人さん、クマさん、ロックなクマさんのタワーありがとうございました、ありがとうございました、
はい、本当にイベント期間中もありがとうございます。なんかすいません。あの今後は隙を見計らわないように隙を見計る、隙を見て、あの、はい、ハルピョンのことをいじめないでください。いじめられてるわけではないんですけど、あ、タワータワー言った、タワータワーありがたわ、あれ歌ってないっけ、もう一回言う、まあいいや、タワータワーありがたわ、タカ新囚人さんありがたわ、ありがとうございます。ありがとうね。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。あなたもあのミラーボールをまあでもその時はまだ私が投票にしてなかったんですけどね、あのミラーボールを投げた4つ分また歌いますね。3位ギャローさん、あなたはもう完全に隙を見てミラーボールを投げた方です。はい、なぜでしょう。4位ケンセイさん、ありがとうございます。あなたも隙を見てもうはい。5位橋本春奈が生きがいの竹兄さん、あなたも隙を見て、もういいですか、もうこの話はいいですか。あなたが一番最初でしたよ、隙を見て。ありがとう。5位カー、あ、6位カーとピョンズさん、いやもうこっからはもう隙見ずにちゃんと配信始まった直後とかから星投げたりとか、まあ、早めに配信入りに来てくれた方々なのでありがとう。7位コロポックルさん、ありがとう。もう超超笑顔な。もうありがとうございます。8位ベベモンさん、ありがとうございます。9位どうせさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位つっちーさん、ありがとうございます。12位コニタンイミズさん、ありがとうございます。13位カンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー8、久しぶりのラッキー8はてるちゃんぐぴょんずさんです。ありがとうございます。ということで、うん、という感じです。まあちょっと明日以降は投票にするかどうするかまた考えるんですけどって感じ。うん、そうですね、本当にとにかくこの7月18日から、8月3日まで皆さんが一緒に頑張ってくれて、そして今日8月4日に一緒にまたね、悔しかったねって言えたっていうことは本当にみんなが一生懸命頑張ってくれたことだから、それは私も頑張ったし、それはもう変えられない事実なので、胸を張ってこれからもショールーム自体は続けるので、うん、ちゃんとまた毎日配信するので、まあ、時間はねどうなのかわからないけど、あの またのほほんとした配信も見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで本当に皆さん、今日はというか、まあこのイベント期間本当に本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。まあ去年とはねまた違って、今年の夏は悔しい思い出だったけど、でもまあ悔しいだけをした思い出ではないので、ちゃんと
ファンの皆さんが本当に支えてくださってるっていうのが改めて感じることができた、いい思い出にもポジティブに捉えられるように今日はしっかり悔しさを爆発させたいと思います本当に長い長いイベント期間でしたけどありがとうございました。またこれからも応援よろしくお願いします。大丈夫そう？それではランキングは4だから、最後にキャッチフレーズをしますね。これだけは約束して、みんなが星投げたいって言ってくれたのは分かったから、これだけは約束してほしいのは、今からキャッチフレーズをする間は投票終了にするけど星しか投げないことは約束してください。絶対お願いしますえ、あ、待って、1位1番なんだけど、25番負けてる、悔しいということで、はい、いきます。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで11,817人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さん本当に本当に本当にありがとうございました。それではおやすみ。やばい、約束守ってくれるピョンズ大好き、ありがとう、好き、ラブまたね、長い配信ありがとうね、久しぶりにこんなしたわでも累計時間で言うと普通にイベント期間より短いんですけど、まあでもありがとうバイバーイ、おやすみー。